どうも、おもひげです。ってことで、前回の続き、サンムレイクの方やっていきたいと思います。ってことでね、ちょっとだけ、なんか変えてみました。髪型変えてみましたね。かわいいっすね。はい。ポーズをね、しっかり決めておられます。写真保存しました。まあ、もう、行きましょう。さあ、出発だって言ってますんでね。100人力だ、すぐに。観測拠点エルガドに移動すると一時的にカムラの里に戻れなくなります。だって、なんか用事あったっけ。まあ、いいでしょ。 次なんだろう、将軍ギザミかな。さあ、ローディングしております。長いんで結構大きくなりそうですね。変化が。お。フィオレーネ、ロンディーネ、フィオレーネ。よかったっす。エルガド。あ、始まった感出ましたね。ここでようやく始まった感ですね。おー、よく止めたね。ちょっとね、最近船舶免許とかね、欲しかったり欲しくなかったりしてるんですけど。あんな大きい船どうやって運転するのかなとか。思ってて、なんかアイスボンのあそこみたいですね。なんだっけ、アイスボンの拠点。 忘れちゃった。エルガド、誰ですか？なんだこれ。出たー。なんかツイッターでもね、いろいろ紹介されてましたね。あ、重ね着変えるの忘れた。そう、重ね着もちょっと変えてこようかなって思ったんだけど。忘れてた。あ、どうも。いやー、あんまり来たくなかったけどね。歓迎されちゃったよ。スキップなんかしないよ。ガレアス。なんかモンスターの名前みたいだね。ドスガレアスとか。そうだね。で、私は副官として側に仕え、提督の補佐をしている。うん。提督の指示を受け、私から貴殿に伝える。おお、出たー、マスラン解放。嫌です。マスランが解放されました。サンブレイクの物語はマスターランクのセレクトクエストをクリアすることで進行します。まあまあまあ、とりあえず進めろって話ですね、マスランを。ああ、いろいろあるの？新しい。里内移動に代わり、里内移動に代わり、拠点移動。どっちでもいいと思うけど、まあ里じゃないからね。
そんなに軽くなった。人々の心に火を灯し、勇気づける不思議な力があるようだ。おもひげ殿、必ず会っておいて。まだ一人いんの。アルロー、アルロー教官。あー、なるほど。何これ。観測拠点進行が追加されました。進行ガイド、マスランで次にやるべきことが表示されます。前を押すことで、広いね。めっちゃ広くない？船いいじゃん。ほんで釣りできればいいんだけどね。ルアンちゃん、ルアンちゃん可愛いですね。はい、アルロー教官。カムラの里から来た反響最強ハンタータケキ炎。これさ、あの豪気の重ね着で言ったら豪気なんだよね。アルロ、カムラの狩猟技術にはここの騎士たちも助けられてるぜ。何何、アルロ教官お見事です。俺など足元に及ばない。よしてくれ。ははは、この世代の人たちが恐ろしいのはカムラの盾だけじゃないみたいですね。我々の背後に広がる大穴。あ、これのこと大穴って。やばくない？こんな近くに穴あって大丈夫？まるで太陽が落ちたかのようだ。この国の仙人も内教官と同じことを考えてた。あ、そういうことか。では今度そのバサバト先生にいろいろ聞いてみることにします。そう、早くカムラの里の闘技場に来てほしい。ねえんだわ。ここ闘技場。あの人みたいだね。言わない方がいいか。だって観測拠点だもんよ。闘技する必要ねえから。はい、クエストをやりたいな。クエスト、これあれ、あのクエストでしょ？早替えとかの、入れ替えとかの。早替え伝授だって。納刀中 Z LXA、 抜刀中、抜刀中もできるんだ。RXA、入れ替え技を習得しました。何？
先駆け。あれ、どこ行った？マップから。落ちちゃった。下でやりゃいいじゃん、こんな狭いとこでやらなくても。この辺は一応体験版でこれぐらいはね勉強はしたから。早替えの使い方は分かったかい？練習が死んだらこうだね。なんか難しいな。あ、早掛け、先掛けしたら本ですね。できない時あんの。抜刀するんだね、強制的に。オッケー。下にモンスターを待機させてるから。クエストクリア。ほい。ほい。あれ？一緒じゃん。さっきなんか技習得したって言ってなかったっけ？キャー。はい。調べ虫、早く。調べ虫？調べ虫だっけ？かけり虫か。いて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 。一緒じゃん。オッケーです。技を設定しないと多分新しいやつできないんだね。ほい。こうやってね、狩猟笛あんまり早替えのさ、痛いするタイミングあるかな。太刀めっちゃ強くなるみたい。太刀はね、謳歌しまくればね、謳歌しまくってゲージ貯めれるからね、最強なのよ。エルガドンに帰還だ。起源万丈。そして宇津教官と連絡を取り合って闘技場クエストを紹介させてもらうぜ。受付場のチッチェ、とりあえずクエストやろ。普
礼のないよ。お嬢様。ここ加工屋。大名ザザミのさ、百流スキルの力を込めた新しい百流装飾品を作って武器に装着できるから安心して。中には効果が弱まるスキルもあるけど、その代わりにいろんな組み合わせが試せるから新しい可能性探してみて。マスラン武器に強化すると、ああなるほど、装飾スキル、百流スキル、百流スキル何つけてたっけ。ただしマスラン武器には百流スロットがついており、百流装飾品を装着することで百流スキルを付け替えることができます。装飾品加工屋の装飾品生産から。防具は？あ、出ました。大名ザザミ。あ、これですか？レベル4。能刀術。ガード性能3。めっちゃなんか多くないスキル。そうか、ガード系のあれだね。ヘビーとかシールドヘビー向きだね。ちょっと何チューンアップって。ボウガンカスタマイズで装着する、強化パーツの性能が上がる。難しそうだな。この辺変えた方がいいかな。かけり虫、あー、かけり虫に この辺地質学だからいらない。これなかなか強いと思うね。まあまあこのまま行くしかないですかね。百流これ以上これは許可できないからね。止まってるもんね。どれ強化しよう。じゃあどれ使う。一番強いの今使ってるやつ。なんかでもマスラン用に狩猟笛やった方がいいよね。まあ風神とかラージャン、まあいいや、あとで。序盤はね上位でいけると思いますんで、クエストの管理、任務クエスト、緊急クエストは説明します。まず我らの最大の目的はメルゼナを倒すこと。同時に王国の領域を出て縄張りを広げている大域生物を食い止める。あ、生態の乱れ。大域生物の中で大域三項、ルナガロン、ガランゴルム、メルゼナ、生態系に及ぼす影響力は他の大域生物とは比較にならない。やだな。
郵便屋さんは任務を進めていく上で欠かせないお方です。はい。王族用の特別船改築しておもひげさんのお部屋として、最強のハンター様にふさわしい一番快適に過ごせる場所を選びました。ご自由に使ってください。マスランのクエストにつきまして、カムラの里の集会所とも連携しています。カムラの里への移動はマーケットにいる船乗りのコロンに話しかけるか、拠点移動。クエストに向かわれる際、これキークエか。キークエこんだけやらないといけないんだね。じゃあマスランの約3あたりからいきますか。ご飯はどこで食べるんですかね。ご飯はどこですかね。ここ？お、なんか増えましたね。食事をする際、お団子に刺す串を通常靴、飛びだけ串から選ぶことができます。串を変えると発動するお団子スキルのスキルレベルや発動確率が変化します。スキルレベルは1から4で発動時に得られる効果が変化。通常を選択したとき、発動するお団子のスキルはレベル2のままですが、発動確率が変わらないため安定した効果。飛び竹串は、お団子を刺す段に応じてスキルレベルや発動。飛び竹串選択時の効果。レベルがレベル4。上段、中段。難しいな。そんな必要かな。燻製お団子券。まあ、この辺はもう後で 練習するしか、勉強するしかないね。早速行っちゃいましょうか。ヤックさんぐらいならね、楽々倒せますんで。これが新しいやつですね、このローディング画面。希少種、ナルガ希少種も来ますからね。広がりやまる、読めなかった。おお、口座席も、綺麗ですね。お、でかっ。なんかでかくない？体験版の時もっとちっちゃかった気がするけど、こんなもんか。ルルヤックさん、色づき虫。あ、入れ替え技やるの忘れたな。なになに。あ、はい。はい。
はい。はい。これも一緒だね。ああ、やっぱりまだ変えてないね。はい。はい。痛い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 。強いですね、さすが。マスラン。真打ち決めたい。今です。ほい。オッケー。はい。三を攻撃。からの、くるくる。そういえば、ラージャンとか来るんだよね。月光ラージャンが。月光ラージャンはね、アイスボンドギー。鉄鋼榴弾でね、鉄鋼ヘビーで結構簡単には倒せたんだけど、ライズだとどうだろうなぁ。あ、強えな。ちょっとね、ライズのヘビーはね、ヘビーというか攻撃どこまで防いでくれるかによるよね。アイスボンのヘビーは結構ね、シールドヘビーでもめちゃめちゃ強かったんだけど、なんかアイスボンのライズのヘビーボウガンはあんまり ガードしてくれないんだよね、イメージだけど。だから、本当に避けないといけない。しっかり。はい。はい。はい。落とし物拾っておくか。マスランだからね。もう一個なかった。はい。はい。おい、あ、カニに入った。はい、真打ち。おお、強い強い強い。油断したらやられちゃうパターンだから。マスターランクは。クルルヤックでも。ここです。オッケー。オッケー。さあ、乗りました。おい、おい、おい、真打ち、やっぱ体力高いな。どんだけダメージ与えなきゃいけない。これさ、まだクルルヤックとかだからさ、ゴリ押しでいけるけど、
今後出てくるモンスターはゴリ押しできないから、めちゃめちゃ時間かかると。まあマスラン装備使えば強くなるんだろうけど。痛え。オッケー、ナイス。なんかすげえ巻き入るな。はい、ちょっと逃げれない。ほい、はい、ゴリ押し。モンハン下手な人がよくやるゴリ押し、俺です。あ、来た来た来た。来なさい、こっちです。ナイス。はいはい、オッケー。いいですね、マスランはやっぱ強いな。あれ欲しい、これだけ。ロアルロードス、かわいいっすね。はい、てなわけでクルルーアックのキークエクリアしました。これキークエだから別に何も始まんないよね。とりあえずキークエ進めていきたいと思います。いや装備もね早く整えたいけどね。以上、おもひげでした。バイバーイ。